そ、また見失った。奴らはどこへ行った？森から現れては消え、消えては現れ。周囲を確認しろ。まだこの近くにいるはずだ。しつこい奴らめ。だが時間は十分に稼いだ。あとはシーリスたちに任せよう。みんな準備はいい？私たちの集落を壊したこと、帝国の奴らに後悔させてやろう。お、全員矢を放て。フォレスティアの襲撃だ。全員応戦しろ。それよりも俺を守れ。矢が当たったらどうする。ですが防戦一方では追い詰められるだけです。なら攻撃しろ。俺は安全なところに逃げるからな。文句があるなら貴様を斬るぞ。ほんと単純な王子様。みんな一度引いて距離を取るわよ。絶対に捕まったらダメだからね。なーに、時間の問題だ。このまま攻め続ければやがて奴らは全滅。フォレスティアのあの動き、エミュールさん、お気をつけよう。気をつけろだと？従者のくせに俺に口を出すとはな。いい度胸だ。建国王アルベリウスに仕えた伝説の六竜の一匹、水のドラゴンマーキュリーだが、忘れるなよ。どんな偉いドラゴンでも今は俺の契約竜だということ。無論忘れてはいません。ただ相手はドラゴンを有する他の王族。あなたが戦わねば隊が全滅するやもしれません。ここでエミュールさんが力を示せば次期王の座も近づくことでしょう。なるほどな。そうか、ここは力を見せつける絶好の機会ということか。よし、ついてこい。狩りの時間だ。待ってたよエミュール。あなたの相手は俺がしよう。ようやく姿を現したな。この王家の名を汚す罪人め。王家の誇りを忘れ、罪なき民を襲い苦しめる真の罪人はどちらだ。何を言う。これは父上の意志、皇帝の意志だ。罪のはずがないだろう。民が苦しめば国は滅ぶ。王家に連なりながらなぜそのことがわからない。黙れ無礼者。王家に意見するなど何様のつもりだ。叩き潰してやる。いい度胸だ。人を人とも思わねえ帝国の手先め。俺たちが相手になってやる。身の程知らずどもが、この俺を侮辱したことを地獄で食えるがいい。ねえもういいんじゃない。エミュールすっごく怒ってるよ。真実を言っただけだ。むしろまだ言い足りないくらいだ。挑発はもう十分ですよ。さあ場所を移動しましょう。逃げるつもりか。残念だったな。この俺が逃がすはずないだろう。乗ってきたな。決着をつけてやる。ついてこいエミュール。